川急峠川急峠は、北海道函館市にある、北海道道83号函館南かや部線、川急山道の峠である。新川急トンネル開通により閉鎖された川、急水道場湯川村及び、銭亀沢村あざも区名と、おさつべ村及び薄尻村を結ぶ川急山道の峠である。川急山道とは、函館表片間道路の離点改正移し、 北大図書館所像によれば、上床は村稲荷社前より、川急浜に至る六里二十九町一軒としている。おおよそのルートは、鉄山より塩止まり川に沿ってきた上、馬上げにて上床は村増川より増川峠を、越えてきた増川道と合流し、野田府よりこの峠を越える。その後、川急川に沿って、下り海岸に出る。途中、馬上げでは茶屋が二軒あった。温泉。 川急温泉もある。2004年12月に、函館市と南かや町が合併するまでは、漁師町の境界の峠であった。峠の頂上に2008年7月に、全長2056メートルの新川急トンネルが開通し、それまで使われていた川急水道は閉鎖された。水道が作られる前の救急道や救急急道も一部林道として、 現存しているが、廃道化が進んでいる。霧がかかり、前方が見えづらくなることがしばしばある。川急の由来は、長立明海によると、括古町いるところである。今まで3回のルート変更がされている。南海安部町子化によると、大正三道と呼ぶ。自動車通行を可能にするための変更で、大正10年に、おさつべ村、薄尻村、湯川村が、 北海道町に西岸して、1925年10月1日、開通した。川急水道開通に伴う変更。1968年12月開通。新川急トンネル開通に伴う変更。この峠は、違法競争型暴走族の出没スポットでもある。箱館戦争の際、ここで、旧幕府軍と新政府軍との交戦があった。近くの川急温泉には、 慰霊碑が混流されている。函館市南茅別所お知らせ新川急トンネルが、開通、堀順一、忘れられた、同館北海道新聞社2000年140ページの150ページ、函館市函館戦争史跡ルートマップ。ありがとうございます。